アルバート・ W ・グラントはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻韓米は第一次世界大戦で活躍したアルバート・ W ・グラント中将にちなむ。アルバート・ W ・グラントはサウスカロライナ州ノース・チャールストンのチャールストン海軍交渉で1942年12月30日に寄港し、1943年5月29日に グラント中将の孫娘である、ニール・プレストン・グラント夫人によって浸水した。艦長、T.A. ニース・ワーナー・中佐の指揮のもと1943年11月24日に収益する。収益後、アルバート・ W ・グラントは、バミューダ諸島海域へのテスト航海のタメチャールストン海軍交渉を出航し、1944年1月29日に、帰島後、微修正が行われた。 2月8日、アルバート・ W ・グラントは、空母ホーネットの護衛を兼ねて、ノーホークを出港し、パナマ運河を経て、サンディエゴで他の艦船を加え、3月4日に、真珠湾に到着した。4月4日、アルバート・ W ・グラントは、ホーランジアの戦いを支援する、第58任務部隊に加わるため、真珠湾を出港し、マジュロに向かう。4月21日から29日にかけて、 アルバート W グラントは、紹介に神経を集中させる一方、上陸部隊の援護に当たる。第58.3任務軍に加入して4月29日に、トラック諸島を含むカロリン諸島への攻撃を終えた後、5月2日に、マジュロに到着して5月11日に、真珠湾に帰島した。短い休暇の後、アルバート W グラントは5月29日に、 エニウェトク干渉に向けて出港し、来るマリアナパラオ諸島の戦いの準備を終えた後、6月11日にエニウェトクを出撃してサイパンの戦いに加わる。6月15日の上陸戦開始当日は火力支援を担当した。続いてテニアンの戦いでも支援を行い、7月29日に当該水域を離れて8月2日にエニウェトクに帰島。 短期官邸白の後、8月22日に、ツラギ島、パービスワニへ向けて出航した。9月6日、第32.5任務軍に加わった、アルバート W ・グラントは、ツラギ島を出撃し、ペリリューの戦いとアンガウルの戦いに9月29日までの2週間、参加。マヌス島に、交代の後、10月12日には、第77.2任務軍の一貫として出撃。 10月17日、アルバート・ W ・グラントは高速輸送艦クロスビーを護衛して、レーテ湾高するン島に接近し、レーテ島の戦いの先駆けとなした。以降、17日から24日までは火力支援に従事した。10月24日夜、アルバート・ W ・グラントは、第77.2任務軍と共に、スリガオ海峡に向かい、北上してくる。 西村昭治中将率いる日本艦隊を迎撃することとなった。戦艦と巡洋艦軍が日本艦隊の頭を抑える定時戦法で迎撃し、駆逐艦は合間を縫って突撃。戦艦と巡洋艦の砲撃が終わった後、アルバート W ・グラントは第56駆逐隊機艦入込む、リチャード・ピー・リアリーに続いて砲撃戦が終わった時点での日本艦隊の 残存艦であった戦艦山城、従順洋艦西条及び駆逐艦しぐれに向かって正面から突撃した。アルバート W ・グラントとニューコム、リチャード P ・リアリーは、距離約5600メートルから魚雷を、それぞれ5本発射、うち1本は山城に命中したと判定される。これが、世界戦史上最後の戦艦への駆逐艦の突撃であったが、断末魔の山城からの反撃を受けて、 予定よりも早く北上に移った。アルバート・ W ・グラントはこの時、魚雷を5本発射して、ニューコムとリチャード・ P ・リアリーに続こうとしたが、魚雷発射直後に、山城からの副砲弾がおよそ7発も命中し、被害拡大を防ぐため残りの魚雷を急遽投棄した。ところが、ここで、間の悪いことに、味方の軽巡洋艦、デンバーとコロンビアからのものと思われる砲弾も11発。 命中。レーダーで敵味方の分別がつかなくなっていた。命中弾とその弾を発射した間の関係はもはや、わからないが、アルバート W グラントは、船体全部に2発が命中して浸水し始めたほか、40ミリ機関砲、全部煙突、全部機関室、船体中央部の厨房と、船体後部の居住区などに、計22発も被弾し、火災が発生して、 動力も断たれてしまった。この敵味方からの砲弾により38名が戦死し、ニースワーナー艦長を含む104名が重軽傷を負った。人力相打でかろうじて動けたアルバート・ W ・グラントに対して、海戦終了後にニューコムとリチャード・ P ・リアリーが引き返して救難に当たり、アルバート・ W ・グラントはニューコムの栄光によって戦場から交代した。折からの台風を乗り切って、 レーテ湾に到着し、10月30日に、艦隊衛星日だたの栄光により、レーテ湾を出港して、真珠湾に向かい、マヌス島とマジュルを経由して11月29日に、真珠湾に到着。さらにメアアイランド海軍造船所に向かい、12月9日に到着して、本格的な修理が行われた。1945年3月11日、 修理なったアルバート W グラントは、メアアイランド海軍造船所を出港して、真珠湾に向かい、3月25日に到着。1ヶ月間の訓練の後、4月23日に出港して、フィリピン水域に向かう。5月13日に、レーテ湾に到着したアルバート W グラントは、第7艦隊に編入され、ボルネオの戦いを観戦するダグラス・マッカーサー。 陸軍元水が上艦する、軽巡洋艦ボイシの護衛艦となり、6月3日に、マニラを出港して、ブルネイ湾の戦いに参加。ブルネイ湾で第78.1任務軍と合流し、ボイシを護衛して6月11日に出港して6月15日に、マニラに帰島した。続いて、バリクパパンの戦いに派生参じ、6月27日に、 マニラ湾を出撃して6月30日から7月9日までバリクパパン沖で行動。7月14日にマニラに帰島後はマーシャル諸島方面に開港され、8月3日にエニウェトクに到着。アダックに向かい、フランク・ジェイ・フレッチャー中将を率いる北太平洋軍に加わって8月15日の日本の降伏による北日本地域への進駐に参加する。 9月8日から10日までは、大港に停泊し、11月中旬までは、日本近海での占領任務に従事する。その後はアメリカに向かい、12月2日にシアトルに到着して、オーバーホールを行った。1946年7月16日、アルバート W ・グラントは、サンディエゴで退役した。その後1971年4月14日に除籍され、 1972年5月30日にスクラップとして解体された。アルバート・ W ・グラントは第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞と太平洋戦線従軍記念リボンを受賞した。ありがとうございます。